よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。今日はね、2021年6月、3日、木曜日かな。多分木曜日です。ここはね、沖縄県、女村とね、名護市のちょうど境界のところなんですけどね、ローソン、貸し売りだか忘れたけど、貸し売り、借り主ビーチ店だそうです。はい、エンジンをかける嫌がらせです。嫌がらせっていうのは冗談です。岩間さんの真似しただけです。警告音みたいな音になる。なんかもうぶつかるぞみたいな。そんなカードって ETC カードのことだと思うんですけど、そんな大したことないね。 ETC カードが挿入されてね、やっぱね、差し忘れたまんまさ、料金所入っちゃったらやばいけどさ、 ETC ね、そもそも使わない人もいるんです。俺さんも使わないしさ。はい、出発進行。ナスのお進行。ジバニアの腹巻き。おしっこいろー。警告音、そんな警告するようなことでもないしね。よくさ、なんか料金所の手前とかでさ、なんかあるよね、そのセンサーがあってカードを刺さってないと、あの警告音が、まあ、そういうのだったらわかるけどさ、そんな毎回さ、エンジンをかけるたびにさ、いらないでしょ。だって ETC なんて、使わない人だっているんだからさ。
減速お願いしますの看板がおしっこ量で、減速の文字が地盤にある予定です。
ドリバってこっちじゃないか。フィリアももちろん乗らないですけど、今度ね、ちょっとツタの動画をつなげる関係で形だけフィリドリバの後フィリアの直線のところまで行こうと思って、
切ります。それではさよなら。ボーボー。